アン、セックマイナスンレーザー兵器システム、または XN-1 ロースはアメリカ海軍が配備する指向性エネルギー兵器。2014年に野外試験用に揚陸艦、ポンスに搭載された。2014年12月にアメリカ海軍はロースシステムは完全に動作していると報告し、ポンスの艦長は防衛兵器としてシステムの使用を許可した。 ロースは感染防衛システムであり、現在無人航空機及び模擬の小型ボート攻撃に対して使用している。ロースは固体レーザーアレイによる出力調整可能な赤外線ビームを用いており、高出力でターゲットの破壊、低出力でターゲットのセンサー温度を上昇、または破損させることができる。この兵器は発射するたびにエネルギーパルスを 生成するための最小限の使用コストしか必要としないため、一発あたりの費用がミサイルなど従来の発射兵器より圧倒的に低いのが利点である。一方、従来の武器は設計、製造、操作、輸送、メンテナンス、及び貯蔵スペースの確保を行わなければならない。ロースはローエンドの標的に対する攻撃を目的に設計された。 スケーラブルな出力レベルは低出力で使用すれば人の目を減惑させ七種的に攻撃を中断させることを可能にし3万ワットの高出力でセンサーを高温にしモーターを燃やし爆発物を起爆させることができる小型 UAV の重要点に照射することでわずか2秒で標的を撃墜することができる小型ボートの場合レーザーはボートのモーターを 動作不能にし、ボートを会場から動けなくさせ、その後すぐに他のボートに対しても同様の措置を繰り返すが、一つのボートにつき数秒程度の射撃時間しか必要としない。プラットフォームを狙うのは個人の乗組員を狙うよりもより有効な方法ではあるが、ロースはボート等に搭載されている爆発物を狙えるほど正確であり、爆発により操縦士を殺す、 可能性がある。ヘリコプターのような大型の航空機に対しても、ロースは一部の重要部品を燃やして墜落させることができる。このため敵国の行動抑止力を発揮することが期待されている。2010年、クレイトスディフェンスセキュリティーソリューションズは、アメリカ海軍の指向性エネルギー兵器及び電気兵器システムプログラムのロースの開発において、 ネーバルサーフェイスウォーフェアセンターをサポートする1100万ドルの契約を結んだ。2012年5月、NSWC は近接防御システムを使用して、ビーム投射機が無人航空機のターゲットを追跡できるようにした。ロースは2014年夏に12ヶ月間の試験配備として、揚陸艦、ポンスに導入された。海軍は研究、開発、レーザー兵器のテストに、 過去6年間で約4000万ドルを費やした。ファランクスのレーダーによって目標を補足する。仮に試験が順調に行けば、海軍は2017年から2021年の間に運用範囲1 6トルのレーザー兵器を配備することができる。ロースの正確な出力レベルは不明であるが、小型航空機と高速ボートに対して使用するために15から、 5 0ットと推定されている。思考エネルギー兵器は従来の銃弾やミサイルは一発数千ドルの費用がかかるのに比べ一発あたりわずか1ドルで発射することができるため経済的理由で追求されている。海軍は1980年代にメガワットの化学レーザーを含むエネルギー兵器を試験していたが、 化学薬品の洗浄での使用にはあまりにも危険であると判明したのでそれほど強力ではないファイバー個体レーザーに変わった。他のタイプにはスラブ個体及び自由電子レーザーが含まれうる。ロースは商用レーザー開発の恩恵を受けており、システムは基本的に6本の溶接用レーザーが一緒に束ねられているというものであったが単一のビームにならず、 同時にすべてターゲットに収束する。ポンスでのロース操作ステーションロースは、テストでは出力は 33kW だったが、海軍は、数キロ先から、高速低、無人機、有人航空機、対艦巡航ミサイルを破壊できる出力レベル、60から 100kW の後継モデルの製造を望み、この後継モデルは、遠海域戦闘艦や、 アーレーバーク級ミサイル駆逐艦への搭載が想定されている。短期的にはロースは無人機とボートに対する短距離防衛システムとしての役割を果たす一方で将来的に対艦ミサイルを破壊するのに十分なパワーを持つと予測される。海軍スラブレーザーは1 0 5キロワットで試験され3 0 0ットへの増加が計画されている。ロースのようなレーザー兵器は ミサイルや銃に基づく防御システムを置き換えるものではなく保管するものである。レーザーはかなり安価で事実上無制限に使用できるが大気や気象条件によってビームが乱されビームを目標に照射し続ける際の視界が制限される。大型及び長距離にいるターゲットには動力学的な防御が必要であるため一般的な システムは残り続けるだろうロースは2014年8月下旬にペルシャ湾に滞在する第5艦隊の輸送揚陸艦ポンスに配備された。この配備は海洋環境下での熱、湿度、埃、塩水に対するレーザー兵器の実現可能性をテストし、どの程度電力が使用されるかを確認するために行われた。このシステムはスケーラブルな出力レベルを有しており、 七姿勢のビームを発射して不審船を減惑させ、より強いビームを発射してターゲットを物理的に破壊する。隣国のイランは小型ボート集団を使用して湾岸からホルムズ海峡を封鎖すると脅しており、ロースはそれらへ対応できるが特定の国に対して使用するために特別に設計、配備されたものではない。2014年9月、ロースは運用資産として宣言され、 艦長は自衛のために使用する許可を得ている。特定通常兵器使用禁止制限条約の規定に基づき、標的に人間は含まれず、UAV、ヘリコプターおよび高速巡視船が対象となる。武器の使用に関する交戦規定が作成されたが、詳細は公表されていない。海軍は配備されたロースが UAV のスキャンイーグルを動作不能にさせたり、 RPG 弾の爆破、複合体のエンジンを燃やす映像を公開した。関係者は、ロースは機体以上の働きをしていると語った。数十万数百万ドルかかるミサイルに比べて一発の、レーザーは59セントと、格安である。ロースは市販のレーザー部品と、海軍独自ソフトウェアで構成されており、船の電気システムとは別のディーゼル発電機を介して、スキットによって、動作。 冷却され35%の電力に対して効率が向上する。ポンスのブリッジ上の上部構造に搭載されている強力な光学系は不特定であるが戦術的に重要な範囲に存在する物体を検出できる監視ツールとしても有用であり、船員はハップル宇宙望遠鏡に匹敵する監視能力を会場で持つことができるようになり、テストターゲットの無力化、破壊、 潜在的なターゲットの識別のために毎日のターゲティングと訓練に使用している。当該システムは平面スクリーンモニターと船の戦闘システムに統合されたゲームシステムのようなコントローラーを通じて操作され、一般的なビデオゲームをプレイした経験があるなら誰でも兵器を操作できる。システムは悪天候でもうまく動作し、高湿度や砂塵嵐の後でも動く。 しかしながら、システムは激しい砂嵐の間での使用は想定されておらず、そのような状況下でのテストもあまり意味がないため行われていないが、脅威となる対象も同じ状況下で運用できるとは想定されていない。他の感染への配備も検討されており、ポンスへの配備は1年間の計画であったが、試験がうまくいったので、 艦隊の指導部は2017年かそれ以上まで、ポンセへのロース配備継続を決定した。ありがとうございます。